皆さんこんにちは、写真家の太田康です。今回はレンズの買い替えについてお話ししていきたいんですけども、 EOS R5 を購入してから RF 化というのを徐々に進めていたんですけれども、 R3 の購入を機に一気に RF レンズへの移行というのを行っていこうと思ってます。今回の動画ではどういった形でレンズを入れ替えていくかっていうところを私なりの考えをお話しできたらと思っております。普段私はスポーツカメラマンの仕事をしながら風景写真家として活動しています。基本的なレンズの選び方はスポーツ撮影で使えるものを揃えていって、風景写真はそのレンズを使って撮るという形になりますので、仕事のスポーツ撮影を中心にレンズの方を選んでいきます。スポーツ撮影というと 400mm ぐらいの超望遠レンズのことを考える方も多いと思うんですけれども、実際は標準ズーム 24mm から 70mm ぐらいの標準ズームも使えますし、70-200 ですとか、広角レンズも会場とか広い絵を撮るときに使えますので、結局まんべんなくいろんな焦点距離のレンズが必要ということになっていきます。で、私の今所有している RF レンズは、実はというか別に隠すつもりもないんですけども、この24-105 の F4、 これ1本だけです。どうしてもスポーツ撮影においてはまだ 1DX の Mark III が一番信頼できるボディということで、EF レンズの運用が中心になっていますので、 RF 化っていうところは今までなかなか進まなかったところなんですけども、なぜこのレンズを買ったかっていうと、この24-105 の F4 ですね。これは R5 を買うときに、1本キヤノンさんからお借りしたときにすごくね写りが良かったんですよね。で、 EF レンズの時のこの24-105 の2型なんですけれども、これがあまり私の中ではイメージが良くなくて、思うような絵を出してくれないっていうことで、 RF レンズになってからのこの24-105の進化っていうのにすごく感心しまして、これを値段的にも手頃だったっていうのもあって、即買いしました。で、本当に、これはもう万能レンズとして非常にもうスポーツシーンでもそうだし、風景写真でも何でも使える、もう本当に RF レンズを一番最初に買うのであれば、ぜひおすすめしたいレンズ、それは変わらないんですけれども、その後、どういったレンズを買っていくかっていうところで、私なりに考えたんですけれども、基本的には EF レンズで特に不満というかね、私の中でこのレンズはもうあまり使いたくないなと思うレンズがいくつかあって、それを中心にまずは買い替えていこうと思います。で、これが EF レンズで私があまり印象が良くないレンズですね。で、先ほど言った24-105の F4、あとこれが16-35 の F2.8 の2型ですね。で、やっぱりキヤノンの EF レンズの広角はレンズ作りに苦戦している感じもあって、リニューアルのサイクルが短いですよね。1型2型3型3型が結構短いスパンで入れ替わってるので、なかなかレンズ作りに苦戦しているんじゃないかなっていうところがあって、私もちょっとね、周辺の流れとかが気になるケースがあって、できればあまり使ってない、11-24 の F4 っていう、別の広角レンズもあるので、そちらの方を使うようにして、こっちは言っても割とコンパクトなので、カバンにちょっと入れておいて、広角の絵が必要な時は使うという感じで運用してました。あとはこの24-70の F2.8 ですよね。これがとにかく大きくて重い。で、写りも F4 の写りがすごくシャープで好きだったので、ちょっと私的にはこの重さとか大きさも含めて、F2.8 の70-200はあまり印象が良くなかったです。最近は EF の100-400 の方を使うことが多くて、もうほとんど最近は使ってないですね。ただやっぱり室内競技とかだと、70-200 ぐらいがちょうどいい場合っていうのもあるので、明るさも含めて、一応残してあるという感じのレンズにはなりますけども。ということで、この辺の EF レンズを中心にまずは入れ替えていきたいかなと思います。
すでにこの24105の F4 は入れ替えが済んでるので、まあ、これは多分売却すると思うんですけども、それ以外にキヤノンのまあ第三元レンズの一つでもあります1535の F2.8、 これをまあキヤノンさんからお借りしてきて、ちょっとまだ使ってないんですけれども、まあ、この動画がアップされる頃にはもう仕事でちょっと使っていこうかなと思ってるんですけども、重くて大きくなってるのは気になりますよね。で、F4 のレンズも出てますけれども、まあ、風景写真撮るときに、まあ、夜で星とかを撮るときに明るいレンズが欲しいので、ちょっと広角に関しては F2.8 にこだわって買っていきたいんですけれども、ちょっとやっぱり大きくて重くなってるのは気になりますよね。1635は割とコンパクトだったので、まあ、カバンとかにスッと入れておけるんですよね。この焦点距離であんまり手ブレ補正あってもなくてもそんなに変わらないと思うんですけれども、まあ、軒並み RF レンズで小型軽量化が図られている中で、まあ、いくつかのレンズが大きくなってしまってるんですよね。大きく重くなってしまっていて、まあ、正直言ってこれはもう本当に個人的な見解ではありますけれども、まあ、無理に手ブレ補正はつけてほしくなかったなっていうところがあります。もしかするとこれは、まあ、F4 も使ってみるかもしれないですね。ちょっと借りて試しながら、まあでもこのぐらいだったらいいかな。フードも小さくなってるので、まあ、使いやすいですよね。はい、多分これを買うことになると思います。あとは70-200の F2.8 ですよね。やっぱり基本は第三元を揃えていく形になると思うんですけども、これは本当にすごいですね。このコンパクトさというか、まあ、今頃言ってるのかっていうね声が聞こえてきそうですけれども、このコンパクトさはすごい変わりようですね。重さもだいぶ軽くなってます。で、本当にこれ、まあ、カバンにも入れてみたんですけれども、今までこちらの70-200とかだと横にして結構なスペースを取ってたんですよね、このレンズは。それがこの70-200の F2.8 は縦にも持ってるカバンには入るので、そういうスペース上の問題っていうのもすごく助かりますよね。このレンズは本当に買いですね。多分写りも最高にいいはずなので、まあ、F4 も出てますけれども、これはまあぜひ F2.8 の方をまあ買うと思います。これからいろいろちょっと試して使ってみたいと思うんですけれども、これだとね本当にカバンにひょっと入れておけますもんね。今までこれをカバンに入れるとなると、それなりのショルダータイプのカバンに入れたりするとどうしてもこれ飛び出てしまうので、いろいろちょっと困ってたところもあるんですけど、このコンパクトさすごいですね。まあインナーズームではなくなりましたけども、まあ、こういう飛び出るズームも、まあ、好き嫌いあると思うんですけれども、やっぱりこれだけコンパクトにしてくれると、まあ、こっちの方がいいなっていう感じはしますよね。はい、まあ、こういうねインナーズームしても飛び出ない形も確かにいいんですけれども、このぐらいの焦点距離まででしたら普段のコンパクトさ、こちらを優先してくれていいですね。これは買いのレンズかなと思ってます。はい、ということで今回は私の RF レンズでの移行ですね、この辺をお話しさせていただきましたが、まあ、やっとかっていう感じも、まあ、あるんですけれども、やっていけたらなと思ってます。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。良ければ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。